はい、お疲れ様です。マッピーです。神の卓 1.05、 マトリューの HP1.05 やっていきます。10連勝中、素晴らしいですね。この連勝どこまで伸びるのか。こんな重大な局面で使っていくデッキはこちら、ヒプノスリーダーの神デッキ。中身を前に紹介したヒプノスと少し変えました。パンドラを入れて、そして今回紹介したいこのガトライズ入れました。カップ戦の報酬駒ですね。この2つ名がじわりますね。悪魔になった男、なんか昔の洋画にありそうなタイトルですね。自分のデッキに神駒が10枚以上入っているときに発動できて1500の特殊ダメージ、コンボスキルが相手のキャラ駒1枚につき500の毒ダメージ、最大1800ということなんですけど、初手から出せるというのが素晴らしいですね。春みたいな性能してる。相手のキャラ依存してない毒ダメージ出すというのも、結構今の環境で暗黒が減ってきてるんでね、毒ダメージっていうのは全然いいかなと。神デッキで毒を出せる、いいと思います。そんなわけでね、今回このデッキを使っていくわけなんですけども、カップ戦の報酬駒ってことで、そんなカップ戦調子はどうだい、こんな1月28日にシーズンマッチやるのかいっていうところなんですけど、カップ戦全勝化しました。初日全勝化で今2日目の夕方5時にこの動画撮ってるんですけど、暫定3位ですね。多分10位以内にはいけるんじゃないかな。勝率もそこそこいいっていうところで、で残り6戦の状態でね、全部潜った動画、この間撮ったんですよ。もうちょっとこれネタバレしちゃったんで全部勝ってるんですけどそれね、後日開けたいと思いますんでよろしくお願いします。今開けちゃうとなんかいい意味でも悪い意味でもそのカップ戦に影響出ちゃうかなと思うんでね、そのデッキによってはっていうところで、カップ戦の途中経過報告でした。いきましょう、シーズンマッチ。ちょっとね、聞いてほしい話がある。今回ちなみにバフォメットじゃなくてパンドラにしました。これも気分です。別に僕はパンドラよりバフォメットの方が強いとは思うんですけど、ちょっとパンドラにしてみましたね。火力、この時にウィブとトゥールがあって結構高いと思うんでね、そんなわけでちょっと聞いてほしい、聞いて、ね、みんな聞いてほしい話がある。ちょっとね、今声落としてるんですよ、隣の人に響かないようにね。夜中に撮ってるわけじゃないよ、夕方なんですけど、ちょっとね、今日もうね、ちょっと引っ越ししたいなと思って、物件探してて、その物件のね内見に行ってきたんですよ。3軒ほど行ってきて、で1軒ね、結構いいなと思うところがあって、普通に中に入って、その部屋の中で、あーとかおーとか声出してみたら結構響くんですよ。で、部屋が声が響くということは、遮音性が高いってことなんですね。声が跳ね返ってきてるということなので、あ、この部屋いいじゃんって思って、で、いいなと思って、よし、ここにしようかなって考えて、で、その案内してくれた人がいるわけですね。不動産屋さんの、ね、その人が家まで送りますよって言ってくれて、じゃあ家までお願いしますって、で家まで送ってもらって、でその上でせっかくなんでちょっとうちに上がってどれぐらいの遮音の精度としてあるのかみたいな感じでちょっと見てもらおうかなと思って、結構その人ってなんかそういう自分みたいな、ね、感じでね、音に困ってる人とかそういうお客さんも見てきたみたいな、結構もうベテランの不動産屋さんの案内人っぽくてね、ちょっと見てもらおうかなと思って、で部屋にあげたんですよ。で部屋にあげて、あ、これパンドラですね、これパンドラします、ちょっと最大チャージじゃないけど、打っちゃっていいですね、コンボホーリーついてる。でそれであげて、で、あ、確かにここちょっと壁も薄いですねみたいな、壁薄くて声もあんまりこう跳ね返ってこないし響かないですねみたいな話してたら、そうでしょ、やっぱこれ壁薄いでしょみたいな。で俺の壁って一応ね防音とかやってるわけですよ。それでも全然薄いなってなって、でそしたら隣の部屋からドンってさっき隣の部屋からドンってなって、ちょ、ほんとやばくない、やっぱちょっと本当にもう申し訳ねえと思って、もう即座にもうその案内人の方がね帰った後に、もう管理会社の方に電話してちょっと退去しますって、もう退去の手続き済ませました、はい、解約しますってね、はい、そんなわけでちょっと新しい部屋がね見つかった感じなんで、そこのね、審査とかもあると思うんですけど、多分通ると思うんですけど、そこをね頑張りまして、ちょっと新しい部屋でね、心機一転やっていきたいと思います。で、もう一個報告ありまして、やっぱね、ちょっとこう、心機一転やるからには、俺もなんか新しいこと始めたいなと思って、そんなわけでね、近いうちにメンバーシップを始めようかなと思ってます。で、メンバーシップ、どういうことを始めるかっていうと、やっぱちょっとみんなの相談に乗りたいかなって、結構自分はね、オセロニアの動画とかたくさん上げてるから、なんかオセロニアで聞きたいこととか、なんかデッキの相談とか、デッキ相談会みたいなのを、ね、メンバーシップでやろうかなとか考えてたり、あと、ね、カップ戦相談会みたいなことを考えてたりみたいな、そんな感じで考えてますので、ちょっとね、まだ始めてはないんですけど、この動画出てる頃には。始めてはないけど、そんな感じでちょっと今、いろいろ考えてますんで、ちょっとでも興味がある方は、今のうちに僕のチャンネルを高評価などなどよろしくお願いします。さあ、これどうしようかな。2900の4700か、4700与えられるってことは、相手の HP が7100まである。ただ、トゥールラがあって8100まで回復されちまうんで、
ハドルキアとかが安牌なんかな。よいしょ。相手ウンディーネ切った後なんで、うん、あんまり強くも出ないと思うんだけどな。もうビナム切ってトゥールラ切ってるから、 HP 的に考えた場合ちょっとバフォメットとか持ってそうで怖いけど、 OKOKOK。 これでかいですね。このあのバイゼってのクソでかいです。これそいつコンボスキルないんでね。でこのターン絶対耐えれるんで、エンデが3枚ぶちかましいのバイゼで終わらせたいと思ったけど、これエンデが3枚4710でしょ。1800出して3300。ウィーブから打った方が強いなこれ。うん、これ A にビブにしようか。で C 中打ってきたら4万円でが火力クソ高いし、ちょっと2回に分けての火力ですけど、これでいいんじゃないかな。あ、てかウィーブの方がコモ強いですね。でビナ蹴って相手生んできたんで、もう負けることないかな。てか手札まり良かったな。パンドラクソ強かったし、パンドラとイシュケのおかげでこっちの HP めっちゃ余裕ありますね。さあ、OK、ルキア飛んでくる。これ、ウンディーネ、入ってたっけ、このデッキ。まあ、入ってたと思うけど、右上 X、ウンディーネ打てば、なんか耐えれる雰囲気もあるから。ああ、耐えれるか、あ、ん？耐えれなかったかな、どうだろう。飛ばせなかったか、そもそも。まあまあまあいいや、これでね、バイセン、よいしょ。右上 X、ウンディーネ打とうと思ったら、これ、B4 つながるから、どうかなと思ったけど、まあ、バイセン持ってるんでね、危ねえ。まあ、これは、パンドラめっちゃ強かったですね、対戦ありがとう。まあ、バホメットでも、あんまり変わんなかったかな。あそこがバホメットだった場合、よだめが増えるので、ガトライズのコンボを F4 で使ってる感じになるかな。そんなわけで普通に勝ちましたと。ありがとうございます。さあ引っ越し考えてます。いやーもうね、本当にここまで壁が薄いっていうのに3年目にして気づくっていうね。俺本当にトンチンカンだったというか、まぁ抜けだったな。なんか壁してるから大丈夫かなとか、本当浅はかでした。隣の人には申し訳なかったな、前に住んでた。ただ俺は1個思った。何にもやらないってことは、もしかしたら生活リズムがもう自分と真逆だったかもしれない。僕が動画撮ってる時に夜勤とか行ってたタイプだったかもしれない。わかんない、わかんないですけど、そうだったんかな。もうそうとしか思えないぐらいなんですけど。さあ相手はラミ引いて、パンドラ今日なんか機嫌いいな。もしかしたらヒュプノスのこと好きですか。これさて、ヒュプノスに恋してる乙女ですね、このパンドラ。めちゃめちゃ手駒に来てくれる。まあ、確かにヒュプノスいい男だよな。ただ、いいのか、ヒュプノスお前。安息の導き。こいつ結構、ですよ。普段から眠たそうにしてるのに。でも眠たそうな人ってなんか、ちょっと魅力あるよね。スラダンのルカーみたいな感じなんだろうな。と思ったらなんか見た目ルカーに似てるやつ来たな。初手あるカード。やめてください。さあ、パンドラ引いてますね。さっきと同じ感じで打つか。ちょっと今回パンドラ界かもしれないな。パンドラ、が大好きな人。おめでとうございます。今回パンドラ界かもしれません。高校引いてて、ね、相手はラニ、相性的にも取れている。相手はエンデガを切っていく。エンデガ元から持ってましたね。右から2枚目からあるカードだっていきたいので、おガトライズで、ここはヒュプル、ヒュプります。ヒュープ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 、まあ、ヒュプらずにガトライズ打ってもよかった正直。 C2 ガトライズとかもありだったんですけど、まあまあまあゆっくりこうじゃないの。 OK、 ヒュプってよかったね。クラリーチェ、クラリーチェ風車打たなかったんだ。どういう手札回り。日高にまめバハムートの可能性が出てきた。いらっしゃいませ。ウィブサニア、ありがとう。シンプルカドウィブ打ちます。これはもう。ディゴ打たれても大丈夫です。祭り持ってたら祭り打つでしょ、あなた。ね、まあ、祭り打たれても最悪デバフがあるんでね。大丈夫だと思う。うまいがて。一番右のコマジこれ。多分これ一番右から切ってくると思います。知らんけど。はいはいはい。で、ここはペンドラ。ペンドラも打てるけど、どうしよっかな。ガトライズにしときますわ。あえてね、罠のゴマ出されたら困るんですよ、ここパンドラ打った場合。手ゴマ特殊で固まるんで。まあでも多分このタイミング罠のゴマ打たないかな。相手が罠のゴマ切ったタイミングでパンドラ打ちたい。オッケー、わー、ブラダマウンテン。ブラダマウンテン。これ火力出すならバイセですね。バイセでいいんじゃないかな。バイセでいいと思うな。よいしょ。火力出しちゃいましょう。よいしょー。あ、どすこい、どすこい。どすこい。素晴らしい火力。で、バイセの火力が残っていて、D5 から入るにしてもパンドラがある。2ターン耐えれるか。いや、だから飛ばせるから次のターン。これパンドラとか良かったとかある。あ、オッケーオッケー。皆さん、こういうことです。言ったでしょ？ワイのゴマ来たら困るって。言っただろう。これが私の戦闘服だって。いらっしゃいませ。さあ、リッチ、弱い。が、しかし、ここパンドラで2号せます。いってらっしゃーい。よいしょ。オッケー。ここパンドラで2号すのはマジでうまい。このためのパンドラ。参りました。いや、まだだ。ただこれヒプノスの特殊が消えちゃしまうので、 DO にビナとか来ると割とマジでまだ分かんないんだよね。あ、でもこれあれか、パンドラの回復あるからビナ来てからの F3 耐えれる可能性が出てきたな。バハムトおはよう。やっぱ日高い前もバハムトでしょ、ね、がしかしライフバがある。これは飛ばせるでしょう。いらっしゃいませ。ルキア引いていく。
2200、1500ライフバで出れば勝ち。うん、これ勝ちですね。行ってこい。あ、多分ライフバは2690ぐらい出るかな。行ってこい。もうちょっと出た、ごめんなさい。2779でじゃない。あ、まあ。ってことで、ウィブ、パンドラ、強い。素晴らしい。まあ、ラニー相手ってのもあってね、相性取れたのもあります。が、この、シズマッチでね、10連勝と。素晴らしい。いや、12連勝。勝ちに勝ちを重ねていけ。意外とこれぐらいのトーンの方が実況しやすい説もあるけど、やっぱ夜中にみん友達とエイベックスが出てさ、あいつロー、あいつローとか、なんかあの声ちっちゃくなるの本当に嫌なんだよな。あの、うん、もっとか、もっとさ、こうあいつローとか、こうなんか激ローとか、あとあのうわーとかやばいとか言いたいんですけど、ちょっと隣の人に響くので、はい、ただ今度引っ越すとか多分大丈夫。さーて、なんか来たね。癖すごそうだね、デミオズね。だでもこういう対面こそ、なんかパンドラさ、本当にいいの？めっちゃ来るじゃん、今日。オフ。さあ、これどうしようかな。C 打ちがめんどいか、X トゥルラ打っちゃっていいですか？エンデが切りたくないんですよ、正直。このためエンデが大事です。なんでこれも X トゥルラで攻めます。よいしょ、攻めちゃうもんね。これくれちゃうもんね。デミオズリーダーか。バフォメットに注意で、相手の食毒が来ます。エンデ側握っておいて、おっと、これエン、あ、パンドラ出ちゃう、パンちゃん出ちゃう、最悪パンちゃん出てもいい。あ、これパンちゃん出ちゃいますね。あ、ウィーちゃんですね、ウィブちゃんですね、ウィブちゃん打つしかないですね。 S 全部引くやん今回、強ん。がしかしこうウィブ取られると火力的には微妙なところになってくる。なので、まあ、正直、ウィーブはあんま引きたくなかったけど、とりあえず。お前、それ、あれだな、ちょっと前のカップ戦の駒じゃん。どっちが強いか勝負しましょう。とりあえず VS。ガトライズ。ガトライズ行かなかった。左下 X なんかもあるけど、シンプルに B4 来た場合、切り返しがめんどくさいよね。D6 から行こう。ルインでチクチク入れていきます。よいしょ。私の好きなお惣菜は、なんでしょうか。もうこれも、あー、なんか引いてきた。あれは、なんでしょうか。うん、ルキアで最悪するのも狙いではあるけど、相手のアバドンとか警戒した、おっと、こっちキャラゴマ2枚の状況でそいつ打ってくる。これはおそらくバフォメット引いてるでしょう。でもバフォメット引いてたとしたらチャージ溜まってんじゃねえかな、どうなのかな。これ X パンドラ打ちたい感もあるな。こっち HP 結構あるじゃん。よいしょ、ふっふっ、シャキーン、素晴らしい吸収。 HP 結構あるのでこっちから行こうか。 F5 から入ってくるか。ヒップの数が効いてて最悪ロックもあるんでね、なんとかなるでしょう。おっ、これ右に何、絶対パンドラでいいよね、合ってるよね。ルキアどのタイミングで切ろうかな、これ難しいな。ここでルキア切っても多分弱いな。はい、メルティシア、メルティシア安牌に見えるけど、メルティシア安牌に見えるけどどうする。メルティシア打つかウンディーネかだな。火力出すならウンディーネ、まあ、メルティシアにしましょう。で、次ルキア打ってエンデがフィニッシュまでいけるかな。まあ相手は打つところ的には俺のどうせ何かしら繋がるんでね。これビンガメ前バフォメットだと思うんだけどな。あ、イグナツか、そっちか。オッケーであれば、これバフォメット耐えれるんだっけ。でも今引いたよね、一番右の駒ってことは 3500×4700 の込み込みで耐えれそうですね。エンデが打っていいですね。エンデが打っていいですよね。エンデがいいですよね。エンデがいいですよね。ロック怖いよね、万が一の。今、右から2番目から、この、あのイグナツ切ったんですよ。なんで、バフォメット引いてても3500スタートなんで、大丈夫です。対戦ありがとう。いや、そんなこと言ってるけど、飛ばせないの分かってるよ。よし。そんなもう、対戦ありがとう。あ、そっちの意味か。危ない危ない。よし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 。あー、でもあれかな、俺のキャラゴマに依存してとグダメージ出すタイプのなんかコマとかあったらやばかったんかな、どうなんだろう、わかんないけど、行ってこーい。よいしょよいしょ、あ、よいしょ。まあまあまあ引き強いわ、これは悪いけど、てかパンドラ強いな、こんな強かったっけ。2490、こんな強かったっけ。まあでもね、全部あの初動からあったっていうのはあるな、うん、初動メンデルスゾーンが決まったようなもんです。これは全部初動からだったんでね、それは強いわ。それ13連勝あざす。よし、でもこのデッキ初手事故らないね。ベルグレーでイオフィエル、
あと何ガトライズエンデガバイセが入っている構築なんですが、ヒュプノスを変置きすることを考えると結構手駒回りというか、あの事故は少ないんじゃないかな。いいと思います。はい、おう神ターン。うん、僕たち似てるね。いらっしゃいませ。で先行引いていく。あー、これは悩みどころですね。初手ルキアも打てますけど、僕はリッチにします。よいしょ、リッチ。ブチャラティ引いてるかどうか確認します。確認入ります。引いてません。さあ初手は、うん、エンデガですか。いらっしゃいまーす。よいしょ。普通ですね。成り打ちするかどうかですけど、ちょっと風車でいこうかな。成り打ちありなんですけど、ちょっと火力不足になる可能性がちょっと出てきた。なので、まあ、ヒュプってこと考えても、こっちでいいんじゃない。ミューズやめて。よし。麦だったらまだ大丈夫かな。で、ここヒュプでいいんだけど、引き見てから。どすこい。あ、パンドラ。なんか、本当に今回、パンドラめっちゃ手駒にきますね。やばいね。自覚の塊かな。その髪の毛一本一本全部自覚っていう名前つけてあげるわ。自覚ヘアですね。素晴らしい。で、右から2番目切ってないよ。あれ何ですか？ LT な。左から2番目から来ましたね。まあ、コンボ1点7なんで、許容で切るっちゃできるけど、レニアド。これレニアド引いたんで、まあ、D5 レニアドでいこうかな。これさすがにここ3枚打つ猛者はおらんじゃろ。A3 から来るじゃろ。で、ミューズ切って、持ってないからミューズ持ってないと思いたい。これで A3 ミューズとか来たら俺は泣きます。よし、おはようございます。で下2枚切った、引き見てから、はい、ベルグレーデか。ルキア打つのもありだけど、パンドラ打つのもありだけどってところですね。ルキア打った場合、守護者かシェムケリー出てきたら美味しい。ぶっちゃけルキア悪いな気がする。下2枚切ってドルデが切ってるのでルキア打ちますか。もしかしたらあのエンデが引いてる可能性もあるんでね。エンデが立ち、それをここで釣れたら美味しいですね。ちょっとルキア打ちましょう。ここあえてルキアス下2枚切ったんで、ミューズ引いてないの分かってるんで OK。 これエンデが立ちですね。エンデが立ち釣ってって、あ、シェムケリーの可能性もちょっと出てきた。まあまあいいや、いいです。まあここでシェムケリーか。まあまあまあミューズ打たせないって考えたら悪くはないが、さーてここっすね。どうしましょう。左下 X ウィブ打ちたいですね。が右下 X もあるけど、コンボ2倍の駒 A3 で使ってるので X ウィブにしましょう。コンボ強い駒が引いてる可能性低い。で、こっからっすね。正直ルキア切っちゃったんで、まあでもヒップ効いてるから、あとは飛ばしに行くことができる。それ引き強いな。トップカミフィリはやばい、痛すぎる。ちょっと待って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 、はい、トゥルラ、うん強い。トゥルラからかな。いやこれ難しいな。ウィブさっき打ってなかった。いや、パンドラだからだったかな。どうなんだろう。これ、角打たれて、F5 パンドラ打って、飛ばせるかな。いや、違うか。A2 パンドラか。角打たれた場合。こっちでいいか。どうだろう。パンドラとトゥルラ逆だった説もある。いた。いやー、これ逆だったかもな。逆だったかな。ちょっとこれ取らせるためのあれなんですけど。いや、でもこれパンドラっすね。これパンドラがいい。パンドラで。相手動線ないで、ここ飛ばせない。待って、3枚返しやばいかな。いや、これ3枚圏内だな。麦とブチャラティやるから、これ圏内ですね。これ3枚圏内やばいな。しまったかな、今。ルキア打つタイミングとかミスったかな。いやー、出が切ってたから いけるかなと思ったんだけど。いや、でもこれ悩んでるから引いてねえな。今、エクレルだもんね、打ったかも。あ、これ引いてないぞ。え？なんで3枚打たなかった？なんで？いや、ちょっと待って、ただこれ飛ばせない。いや、でもなんで3枚打たなかったんだ、わかんねえ。ちょっと待って。これ2200、コツコンボが2800だから、いや飛ばせないな。いや、ちょっとミスったな。でも俺トゥールラとあいつ逆だったかな。今ちょっとシャシャったかな。あんまりパンドラ軽く出ないの今思い出したわ。ただこれアタッカー1枚切って、いやワンチャンあるなこれ。
事故ったん、なんだろう、なんで3枚打たなかったんだ。いや、これ耐えられないか。いや、てかミスったな、でも。いや、ミスったな、さっきの。いや、ミスったな。右下 X パンドラ打ってからエニトゥールだったか。なんか、耐えれる気配があんましなかった。いやー、どうだろう。いや、その方が良かったな。なんかちょっと、トゥールラぐらい打たないと取ってもらえないかなと思っちゃったな。パンドラでもあそこ取ってもらえるんか。あ、そうか、B4 は、相手あれだったし、あー、そうだね。なんか B4 怖かったんだよね。ウィブのコンボで飛ばしに行けなくて、みたいなこと考えてたんだけど、あ、でもコンボというか、それこそ切ってたしな。エルティナ切ってて、いやー、ミスったかな。ミスったな。右下 X トゥールラじゃなかったら、俺、角打たれてからエニパンドラから飛ばせないんか。火力足んねえな。あー、ちょっとヒプノスリーダーのね、これありがちなことなんですけど、ほんと火力の見積もりがむずい。ほんとやらかした。今の絶対勝てたわ。もったいな。ってことで初手安定のガトライズ。こいつほんと初手から打てるのクソ優秀じゃない。てかさっきのマジで勝てたら、もったいねー、もったいねー。ブレザマンで、どうしようかな。はい、ウィブ、いや、これどうしよう。2枚打たれて、うわー、バイセ絶対切りたくないな。仕方ない。 C ヒップいきます。しゃあないです。これはこれもね、もうしょうがないです。今日です。で、ちょ、さっきの本当ミスったな。ルキー打つタイミングミスったかな。やっぱあれパンドラ打つべきだったかな。ちょっとひよったんよな、パンドラ打つの。パンドラ打った後、ちょっと打つ駒微妙だった感じしたんだよな。でも結局トップで引いたのはウィーブだったから、パンドラ打ってからウィーブ打ってルキア残してでよかったな。さあ、そいつめっちゃ強いですね。どうしましょう。2択っすね。ホーリー打つか X 打つか。ただもう乱体かれてるんで、ちょ、これ X っすね。よいしょ。乱体かれてるんで、もう急ぎます。俺も乱体引かれてるんで。乱体ティサってなった場合、ちょっと怖いっすね。急がないと火力を。ヒップ引いてるとはいえ、ちょっときつい気はするんで。よしよし。で、ここ、いや、やっぱり、いや、きついな、火力がな、本当によ。トゥルラ、素晴らしい。これ X トゥルラ打つ。よいしょ。まだ半分いかないよね。完璧。で、まあ、バイセ引いてるんで、ウィブとヒプの火力で考えた場合、相手がこのトゥールラ取る場合って結局代償を食らうので、火力は足りると思うんですよ。よし、それでいい。で、ここ。ここ大事です。なんかいけ。ウンディーね。ちょっと考えましたが、ジェンギー。ヨダメが2600、3900、4900。相手の HP が7500まで持っていけるので、2手飛ばしは、あ、いや、ワンチャンか。よいしょ。そう、ヒップがあと一旦効いてることを考えると、ここで1000入るから、3200。つまり単体で2300ライフが出れば勝ちなんで、いけ、いや、3300だっけ。待って、合ってるかな。ちょっと計算しますよ。3900だから、あ、3300ライフか。だから、ここの場合、3000、これ、いけますね。いけるいけるいける。3500ぐらい出るんで、これギートル。7500ぐらい出るでしょう。よしよしよし。危ない危ない。危ない、今のは。正直ちょっと怖かった。似て飛ばしできるかどうかの計算が。こういうことなんですよ。これができたら、さっきの勝ってたんだよな。もったいね。これがさっきできなかったんだよな、なぜか。見積もりが甘い。ああ、しかし、声が出せないと、こんな落ち着いた感じになっちゃうのが、ちょっと寂しいな。自分じゃないみたいだな。僕が僕じゃないみたいだ。私以外私じゃないのよ。誰も変えられない。プログレス。頑張っていこう。プログレスってどういう意味？適当に言った今。なんか、その、プログレスってどういう意味だっけ？浜崎あゆみの曲でなかったっけ？全く知らん。影山ひろのぶさんの曲じゃなかったっけ、プログレッションみたいなやつ。大いなる進化へといざ進めみたいなさ、あった気がするんだけど。さあ、相手ラニーですね。初手のベルグレイで警戒させるレニアド。まずこっちからですね。こいつから打って、でガトライズ出して、ヒプノス出して、メルジシャ出して、グッハッハ。ランタイは引かれてない。
どうですか。わなごまん。相手の正体はラニから出てくる穴はおおむねポーリップスです。いらっしゃいませ。さあ C 打つかどうなのか。火ダメを抑えるなら C 打つなんですけど、コンボ組まれる可能性が高いで、自分からコンボ組むのが少し難しい。まあ C 打とう。あの成り打ちガトライズとかもありでした。今のはあでもポーリップス読み、成り打ちバイセみたいな手もあったですね。しかもこの仕打ちだとバイセって火力出しにくいんで、あそれでもよかったな。まあ、ただ本体のポーリップスだった場合ダメージ返ってくれて、あもうこうなったらマジで C 打っちゃダメなんですよ。こうなったら C 打っちゃダメなんですよ。結局トゥールラ引かれてるってなったらね、これダメなんですよ。あもうこれさっきと同じパターンですね。ただこれはさっきと違ってこっちからいきます。相手の HP 低かったからさっき X 打ったけど、これはランタ引かれてないプラス相手の HP 回復が入るので、これちょっとガトライズからいきましょう。で X 来る。何で X 来るか問題は、真ん中2枚動いてない。おっとまた罠ですね。これ逆に回収できないと困るやつだな。ウィーブから打った方がいい。これはあのポーリプスだった場合回収ができないので、回収できないの方が嫌なんで、ウォッチスランドシャークでしたね。予想できるか。ただ相手待って、ランドシャークマデキか。マラニですこれ、皆さんマラニです。ブブ入ってるかも。あー分かんねえな。まあでもとりあえずビブで、オーマイガッティング。ラニに踏み入んのかな、どう思うみんな。覚悟はいいかしら。いや入らないと思う。オッケー、これ通ったんでかいよ。で角から来るか。ただちょっとヨダメが心配。あー心配心配心配。もう罠ないよね。3枚切った。うーわー最悪ー最悪ー。これパンドラ引いてほしい。いらっしゃいませ。ダメか、2手飛ばしできないからメルティシェから打つしかない。これ D1 からの D6 4枚返し耐えるしかないですね。オーマイガティン、これまずいよ、これまずいです。マジかー、ラニからこんな罠が飛んでくる。うわ風車当てばよかったー。うん、ただちょっとこれわかんねえな。ただ S3 枚切った。バハ入ってるよねさすがに。このね痛え、痛い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 痛すぎー。これなんか1万600やばくね。うわー終わったなー。これはこれトゥールラ引くしかなかったですね。ここでこれ火力足んないっすわ。次4枚打たれて普通にジジっす。あーどまーい。いやー C 打たんかったらよかったな。こうなるんだったらこれ失敗っす。あーこれ7飛ぶね。ジジー。いやこれは失敗したパターンだなマジで。これやらかしたわ。あー2枚罠あるといえ許容の方が良かったかな。結局でも結局限定が打たれて俺防御札引けてないんで、どの道これダメだったな。あーまあ神田の試合はあれだった。この試合は本当にどうだろう、 C 打たんかったらよかったな。ちょっと最初の試合で相手のデッキ分かんなかったね。分かんねえ、まあね、C 打つとこうなるんでね、基本的に C 打たない方がいいっすなんですけど。いやでもやらかしたな。マジ C 打ったらマジで本当に失敗した。ちょっとあのお茶目なとこ出た。ラニだから、うん、まあラニだから大丈夫かなとか思ったけど、これダメっすね。ダメっす。皆さん気をつけてください。さあこれここ行きたい。さっきから先行ばっかり。お前先行ばっかやないかい。ドナナとねん。これウンディーネ結構大事なんですよ正直。この対面リッチから打つっていうのもあるけど、俺はウンディーから打ちます。フーリッチかな。フーリッチ打つ場合、あハロメキルでかい。よしこれはでかいっすけど、なんか引いてるかな。ただこの対面ね、パンドラ超強い。パンドラ引いてくれ。フーリッチ打ってで、おそらくここヒュプノス飛んでくる。メルティシアの出勤力高いな。てかでもメルティシアあんまりさっきから使ってないから、これ抜いてもいいだよ。他のコマにしようかな。そしてヒュプノスプラス振ってると素晴らしい。これはヒュプノスガチ勢です。俺もヒュプノスと、いやーマジパンドラ欲しいな。さっきからパンドラ引いてくれてるから勝ってたみたいなとこあるから、パンドラ引いてください。あいつは勝利を呼び込みます。まあカビタルシェもあげましたけど、オメガ愛のネタバレわかれっぽいな。その火力やばいな。なんか引け。いやなんも弱い、なんも引けない。
これどうすんの、メルティシャ打つかバイス打つかだな。メルティにします。よいしょ。これ今バイスここで切るのもありなんですけど、ちょっと手札回り的にトゥールラとか引いた場合にトゥールラバイスっていう風にいけるのって、オーマイガー、オーマイガー、これまずいっすわ。パンドラ引いてお願い、このタイミングだったらまだ間に合う。オーマイガー、これは終わったか終わったんか。オーマイガー、俺ちょっとこっから勝てる気マジでしねえ。頑張るしかねえな。オーマイガーちょっと待てや、いい加減にしろって、いい加減にしろって。これ終わったわ。はい、俺もトゥールラ引く。これねビーチ打っても絶対勝てないんで、こっちから打ちます。よいしょ。いや、こういう時に俺も金マモンドがあったら結構よ HP 残ったんだけど、さすがに無理だな、これ。やつ全部切られたけど、でもハロメ切ったもんな。あ、無理だな、さすがにこんだけ HP 削られてんのはきついな。痛い。痛い。回復入る。これパンドラまだ引いたらワンチャンなかったりする？はい。意識。あ、意識打った方がいいな。回復しよう。いや、パンドラ引いてワンチャンないかな、こっから頑張って。エンデがまだ打てないやん。D6 当てられて、バイス打って D2 受けて E3。 あー、これバイス出るね。このルキは美味しい、美味しいけど耐えれるかな。頑張って耐えるしかねえな。パンドラ引く。 D2 浮かればいけるけど、いやーきついか。あの、行くしかないな。よいしょ。 D2 受かってバイス残ってて、バイス引いて E3。 あー、でも3200だから飛ばねえか、バイス引いても。あ、引いてた、なんなら相手終わった。いやー、ごめん、全然勝てねえわ。やられた。でも、これはドンマイですけど、神タンとラニの試合については俺が悪いっすね。C 打ち打ったのもダメだし、ルキア打つタイミングもダメだったし、俺のミスが多いっすね、正直。結構見てて、多分、これ勝てたなって思う人結構多いんじゃないかな。ただ、ちょっと悪いけど、今日は勝率悪いけど、このまま動画で行かせてもらう。あの、動画撮れる時間が決まってるんでね。今だからまだ声出せるんだよな。夜中とか声出せなくなっちゃうから。今住んでるところに。ってことで、あの、冒頭でも話したけど。いやー、でも、神田の人とラニューちゃん、マジもったいに、あれ絶対勝てた。上手い人だったら。あ、なんで右下ツールだったんだろうな。全然計算合わんし。オッケー、それ勝つわ。よし、これ勝って今日終わるかな。パンドラかも。来ねえな、急に。恥ずかしがってんじゃねえよ。恥ずかしがってんじゃねえよ。付き合いたてのカップルか、お前ら。よいしょ。で、ブラダマンで、なんかブラダマンってよく見るね、今日。はい。ガトライズ。削っとこう。あ、待って、鳴り打てば、あー、お前が。鳴り打てばよかったー。あ、まあ、ヒップだったら別に風車でもいいんかな、どうなんだろう。ぶっちゃけ鳴りありなんだけど。あー、痛い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 。このヒップノス打つ前に、火力高いコマから切っていくあたり、ややこしいね。これ相手のペースかな、まずいよ。ルイーン、ウィーンガチャ、ウィーンガチャ。いいから行く。で、言うても神ため HP高いな、こう見ると。あ、これまずいな、これはやばいわ、これやばい。はあ、それやばいっすわ。はい、これちょっと激ロースわ、俺。それやばいっすわ。ちょっと頼む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 、ちょっとなんとかなってくれ。ちょっと今のところ手札回りあんま良くない。自己流はしてないけど、手札周り自体はいいけど。あ、オッケー、その奴隷が美味しいな。よしよしよし。で、ここ大事、ここ大事、ここ大事、マジ大事、マジ大事。はい。まあ、悪くはないけどね。あ、待って、メルティでよかった。これ、リッチどうせ取ってくるやん。この進行しても。火力低いやん。あ、もったいねー。これ、やらかしたな。いや、ミスったなー。まあ、でも、いっか。一旦こうしよう。オーマイガー、なんでそいつ引いてん。やばいて。いけ、トゥルラ。いや、めっちゃいいトゥルラだけど、きっつ、これめっちゃいいトゥルラ引いたけど、あれメルティじゃなくて意外とリッチでよかったんかな。これトゥルラ出てくるもんね。これトップ引きがこいつだから。いや、トゥルラ取るかな、取らないか。取る。いてえ、いてえ、自重してくんねー、強すぎー。なんかいけ、ふっ、くそ。
クソクソが強えよ。でも出番聞いて、あーでもこれあれか、ダブコン聞いてるからどっちか取らないといけないのか。デバフ効いてて 1.6、 3枚って耐えれるんだっけ。いやメルティの方が良かったかな、ここ。どうなんだろう。いや、メルティで良かったな、プレミコイタ。これ次飛ばせなくね、ワンチャン。よし、やらかしたな、これメルティで良かったな。オーラ引かれてないから、これあれだな。これ火力足んない可能性出てきたな。あ、やらかしたプレミコイタ。これ飛ばせないよね。やっちまった、メルティで良かった。いや、そうよね。900、2900だから、3100ライフ必要だから。いや、500、2600ライフだったらここ出てたよね。いや、プレミコイター、やらかしたー。いや、待てよ。ワンチャン耐えれねえかな。1枚返し。頑張って耐えるしかねえな。相手が事故ってくれることによりして。2倍1枚出るから。あ、でも B1 あんのか。いや、ミスったー。これ、メルティ打ったら勝ってたー、多分。火力足りてたよね、多分。物理もメルティの方が高いし。ミスった。あ、でも悩んでるな、これ。ワンチャン引いてないな。あ、引いてるやん。もったいねー、これ勝ってたー。あー、皆さんここメルティ打ってください。これダメっす。ヒプノス効いてるから絶対今 D1 メルティでよかったっす。これダメっす、これは。これマジでやらかしてる。絶対勝てた今の。本当にやらかした、ごめん。マジでやらかした、全然勝てねえわ。あー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 あああ、やらかしたー、マジでやったわ。今メルティ打ってたら多分飛んでたよね。600ぐらい火力入ってさ、6500でしょ。で、2枚打って900で、2900入って、ん ?6500 で、んちょっと待って、相手の HP、あ、相手の HP が6500で、そっから600引くんだっけ、覚えてねえわ。ちょ、もう一回貸して。マジやらかしたー。あー。まあでも13連勝できてるからな、言うて。ヒプノス自体でなんか10連勝くらいぶちかましてたんで、確か覚えてないけど。だから、ちょ、あと1回だけ行かしたい。もうあと1回だけ行かしたい。マジでやらかしたよ、今の。絶対メルティでよかった。でもなんかちょっとの、ブチャラティ引かれたらどうしようとか、なんか心の弱さが出たな、今。絶対メルティでよかった、今の。もったいねえ。メルティ打ってたらなんか飛ぶよね、今の。多分。600ぐらいメルティの方が高いよね。物理込みで。で、相手の MC あれで、29が入って、3000、あ、に、うーん、待って、相手の MC ちゃんと覚えてねえわ。いくつだまで削ったっけ。ってことで、ここで勝ちます。よろしくお願いします。これ絶対勝ちます。でもね、ヒプノスの弱いとこだな。あの、正直、こいつ、このデッキね、先行ちょっときついっすわ。火力足んないときめっちゃあるわ。ランタ引くんじゃねえ。やべ、これ X 来る。いてえ。やめえや。それやめえや。ついな、これ。一歩打ちまーす。もうランタン行かれてて S も打たれてるんで、これちょっともうこいつここに打っとかないと正直やり場ないですね。で、リッチが事故る可能性が出てきた。でも相手も5ターン特殊だったら共有する可能性あるかな。どうなんだろう。あ、でもこれあれか、ガトレーズコンボ弱いから。おお、まあ、マジでやってるって。あー、もう2枚受ければよかった。でもこれはしょうがねえわ。これしょうがねえっすわ。2枚受けるべきだった。いやね、こっから勝てんのかな、これ。火力絶対足んない気がするんだけど。やってるわー。やってんな、これ。うわ、英語打たんかったらよかったなー。でも、ラウムショットコンボ 1.8 倍やばいような、右下 X の場合。で、2枚打っても、くらり打たれてると。だから、どっちみち無理だな。これ、ヒプノス一旦遅れるだけで死活問題だったんで、正味どっちみち無理だったな。まあ、これルキー打ってもしょうがないから、エンデゴ打つやん。いや、こっから勝てるかな、頑張るしかねえな。相手の HP 16200あんのか。トゥールラお化けなんだけど、その駒。俺がトゥールラ引いたらワンチャンあるよ、まだ。頼む、引いてくれ。これ右 X くれ、何くれ。でも S2 枚切ったな。ティリュートか。痛い。キチー。なんか引け。ふっ。一種系は弱い。かといってルキア打って打開できる感じもあんましないな。ルキア打つしかないか。よいしょ。ここルキア打たないと勝てないですね。意識打っても弱いし。頼む、なんか釣ってくれ。ふっ。わしゃ。トップがー、くそ。トップだったら金アラ引く可能性引く。いや、引くんかい。お前、息強えな、マジで。ふざけてる、こいつ。やばい。やばすぎ。いや、これ耐えるしかねえな。パンドラ打って耐えて、ライフバーぶちかますしかない。けど、ワンチャン。いや、でもさすがに無理だ。くそ。くっそ、これ耐えるしかねえな。頼む、耐えろ。マナゴは2枚だったらワンチャンある。
マナゴマ2枚だったらある。いや、悩んでるくない？奇跡。いや、奇跡やるくない？これ、アタッカー外来ておいて。やった！危ねえ、ガチで。危ねえ。パンドラありがとう。危ねえ、キャリーしてくれたパンドラが。危ねえ、なんとかなった。危なすぎだろ。いやー、ちょっと今回ひどかったな。ごめんね。全然勝てなかったわ。いや、でもやっぱやりづれ。ちょっと声もっと出してよ。もうちょっとパッションがないとやっぱ勝てねえな。え、パッションのせいにすんな。ということで、ありがとうございました。今回ちょっとボロボロだったんですけど、それでもよかったら高評価、チャンネル登録お願いします。まあでも、ガトライズ自体は結構使いやすかったですね。初手から打てるし、全然ね、なんか、マゴマとか揃ってなかったり、まあでも、揃ってる人にもおすすめできるかな。ということで、よかったら皆さん、ガトライズ使ってください。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。